え、なにこの子滑空できるん？マジで？え、滑空するの？羽生えとったっけ？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえずあれかな、また竜玉の迷宮に挑んでいけばよろしいのかしら。多分ね、あのメインのストーリーが、あのなんか幽霊のところで終わったんよね、多分。どこやっけ？こっちに行けばいいんやっけ？多分あの幽霊のところで終わって、こっちか。え、もう竜玉の迷宮もさ、おお、ダメージ受けるかと思った。ここはなんだ、ダメージ受けないのか。ここは今発掘しよるところ。え、じゃあどこですかね。この辺は違うんよね。ん？ 3 階よね、多分。まだクリアできてないの。これかな。もうクリアしたところ閉じるようにしてくれんかな。あ、なんか開いてないやつある。ベホマラーダンのレシピ。弾丸屋でベホマラーダンが作れるようになる中級のレシピ。お、ブラドクオーツこんなとこにあるやん。こんなところにあるんですけど。あ、これで揃ったな。ね。竜玉の迷宮。B3 階の旅の扉に入りますか？適正レベル30。これやね。多分前回がまだレベル30超えてなくて、なんか秒でやられたような気がする。今回はいけるやろ、きっと。いや、わからんな。でもまだ、レベル30前半ぐらいが多いけんな。一人だけね、ランドだけちょっとレベル39やけど。まあ、挑んでいこうぜ。待って。どれが敵なんだかよくわからん状態に。お、いいぞいいぞ。まあ、前みたいに秒でやられることはもうないな。あ、やったわ、デイリー。ここ2体？さまよう鎧コインゲットしたよ。一体一体確実にやっつけてこ。はい、次のルーム。え、ルーム10まであったよね。え、これ何？祈りの力が満ちていく。仲間たちの HP が徐々に回復するようになった。やった。え、そんなに強力な敵がおるってこと？いや、だってね、なんかいいことがあったらさ、そんな甘いことばっかじゃないということは分かってるよ。これどれぐらい効果持続するんかな。今回復できよる状況。アルケミストン、かわいい。種族の名前がもうかわいい。よし、やったね。前回と全然違うわ。あれ、お、もうこの状況？マジで？なんか必要なものあるんかな。僕は旅の商人さ、なぜかこんなところにも迷い込んでしまったんだと。ほほ、こんなところだけど商売しなくちゃ。どう？買い物していかない？回復の玉が必要かい？回復の玉はある程度持っとるんやけど、あ、すごいね、なんか。ベホマラーダになったらすごい溢れ返りそうな、5000ゴールドもするん、やば。あの回復系だけなんや、売りおるの。なるほど。まあ、進んでいきますか。一旦休んどこう。回復して、さあ行きますか。あ、デイリーやったんや、焚き火使用するのも。びっくりした、もしかしてもうボスなんかと思った。だってルーム10まであるよね。なんで中間地点やけんってこと。中間地点で回復やったんやっけ。なんか直前ぐらいじゃなかった、気のせいかな。
いまいちちょっと覚えてないな。あ、ありがとう。手分けしてやっつけられたね。よし、行くぜ。今回ちょっと余裕なんじゃないか。だって敵数レベル30やろ。ってことはボスも多分言うてレベル30ちょいぐらいなんじゃないかと。ロマンゲージは貯めていく、なるべく貯めていく。後で仲間にする。おお、極楽鳥スカウト成功。極楽鳥はまだゲットしてなかったんかな。ゲットっていう言い方が正しいんかどうかわからんけど、このゲームにおいて。あれ、まだ敵おる。どんどんみんなレベルが上がっていくよ。やったね。あ、みんなレベル34になった。みんな同じぐらいの経験値というか、あれってことか。経験値、経験値であっとるか。ちょっとやめて、死ぬ。いや、でもそんなに体力削られてないな。イエーイ、メタル系助かるよ。いやー、いや、でもね、あ、そっかそっか、あれか。まだ回復持続のやつ、回復持続のやつ効果ある感じ。なんか回復しよるよね。やった、メタルハンドのスカウト成功。イエーイ、あとちょっとや。この次やね。よっしゃ、みんなレベル35になったし、レベル40突入した子もおりやん。ランド、うわー、いくぜ、うわ。敵なんだか味方なんだか。何それ、帽子で攻撃するの、すごいな。よし、やった。あっという間や。強敵の気配がする。旅の扉に入りますか。入ります。なんか今までと違うな。え、なになになに、ここなんか封印されとるよ。ライドできそうな感じのモンスターや。え、そんな感じじゃない。まあ、このね、ドラクエトレジャーズで、あ、でもそっか、ライドはしとるよね。今すでに。いや、でかっ。めちゃくちゃでかいやん。獅子。何？五宝珠、アーク神派。大型ボスモンスターとの戦い。大型ボスとの戦いでは、周りにある仕掛けを利用したり、うまく隙をついたりして弱点を狙って戦おう。ミューシやトンブーの話もヒントになるかも。え、何？途中で話しかけてくるの？周りにある仕掛けを利用？何それ？やだ。どうやって利用するの？え、とりあえずさ、間違えた。へえ、何怖い。とりあえずロマン技、こういうの普通に聞く？ギガブレイク。なんかああいう説明とかあったらさ、あ、よかったよかった。なんかちゃんとそういうことをせんと攻撃ができるのじゃないかって思ってしまうけど、普通に攻撃はできるのね。キングブリザー。今の聞いてる？わからないんだけど。あ、気絶させた。弱点攻撃の大チャンス。どこ弱点？あそこ？待って、かすめ取らないです。なんか胸の部分らへんが、え、もしかしてそのカラータイマーみたいなやつ？そうじゃない？ちょ、ロマン技。弱点を攻撃しつつ、ちょっと大きい技をね。シューティングスター。へぇ。立ち上がった、立ち上がった。あ、一応普通に切り刻めるね。いや、痛い。でもまだ回復しよるな。やっぱもしかしてあれか、今回のこの旅の扉というか、この迷宮、この階におる間ずっと回復持続する感じ。それぐらいずっと回復しようんやけど。え、めちゃくちゃ助かる。時間制じゃないんかな。いや、時間制かもしれない。一応あれか、ジャンプしてあそこ切ったらやっぱり
て、ジャンプしてあそこ切ったらやっぱ効くね。周りの仕掛けを利用ってどうやってするんやろう、わからんねえけど。ほっ、けいけいけい。とりあえずあのロマンゲージを貯めたいんだ。怖いよ、いけ。あ、今ならさ弱点の部分、けいけいけい。あ、怖いです。でもみんな体力満タンやもんな。全然ロマンゲージ、あ、いえいって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 、破裂した岩が敵に当たった。でもさ、岩破裂させよんの自分じゃね、違うの、私ら別に何もしてないよね、普通に攻撃してるだけなんですけど。もうなんか今さ持続的にめちゃくちゃ破片飛びよりやん。今ずっとさ持続的に回復してくれよるけん、めちゃくちゃ正面から切りかかっていくっていう力技。なんか周りに壺があるの気になるんよね。あ、やった、待って、いけいけい。弱点ならさもうちょっとなんか上からカバーとかかけた方がいいよ、そんなむき出しにしちゃうね。こういう状況になった時に大変やけん。あれ、いつの間にロマンゲージ溜まっとったん、言ってよ。え、てかさトンブ全然喋らんやん、喋っ、ミスったミスった、まあいいや、普通にモンスターたちのロマン技を発言しようと思ったんだけど、ビーストモードになった。まあそれはそれでいっか、よいしょそれはそれでね、私がやっつけるっていう。ご宝珠アーグジンハをやっつけた。この子欲しい。え、おらんくなった普通におらんくなった、くそ。アルキミストンコインや。敵は何かを落としていったようだ。前はブラドコーツを5個手に入れた。やったー。これで今回6個のブラドコーツゲットしたよ。とりあえず1箇所なんか解放できるとこあったよね。あの前にギガンテスを派遣したところや。どこやっけあれ。火山？今のモンスターすごく大きかったわ。ちょっと驚いちゃったかも。この宝箱にはきっといつものあれが入ってるはず。開けて読んでみましょう。次のヒント。開け方が雑いな。竜の瞳は古代より生きながらえし獣が守り続ける。さっきのじゃなくて？古代の獣が住む地の地図は砂漠にいる風の国の将がその手に持つ。風の国？シルフ？シルフの国のこと？将？誰？レオバン隊長かな？レオバン隊長持っとったりする？そんなの記されとるかな、こんな。今度のは瞳の流石だったブ。古代獣ってなんだろう、強そうだブ。今のやつじゃないんやね、古代獣。戦いを避けるのは難しそうね。あと、風の国の将ってあの人のことよね。砂漠のシルフヤエイチにいるあの人に会いに行ってみましょうよ。迷宮の石板6ゲット。マヤたちは旅の扉のダンジョンを後にした。クエスト、古代獣の瞳の情報を手に入れた。冒険の目的に設定しましょう。古代獣の瞳を目的に設定しました。地図やフィールドでは黄色の印で表示されます。団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたよ。ありがとう。主人公の像がピカピカに。セブンの。さあ、それじゃあとりあえず、古代獣の住処の地図を手に入れる。クフィ砂漠島の風の国の将に会う。脱出しよう。脱出、広場へ戻ろう。はい。何？やめてや、急激に暁組。くっそ。マヤたちの主人公の、さっき磨かれたところ、価値が上がりよるけんか。よしよし。
あとちょっと、これちょっと危なそうな気がするけど耐えて切り刻む。ところが潮時んてせ、誰だよキングスライムか。イエーイ、お宝を守った。じゃあ私らから取っていこうとかね。マジで100年早いけん。主人公の像を暁組から守った。よしよし、これでさらに価値が上がった。ふう、ってことでいきますかね。あ、そうそう、デイリーが、周りの君たちも戦闘に参加してくれていいんだけどねいっぱいおるんやけん。あ、コインを探せと休息も大事。あ、おいしいミルク、おいしいミルクが必要なのなんかなかったっけ。なんやっけ、レシピに必要やったんか。誰か仲間にするんで必要やったんかな。そうなんよ、なんかスカウトかな、なんか必要なことがあったはずなんよ。え、すごい、なんかお利口に座っとる、かわいいめちゃくちゃかわいい。そうで、さっきもね、いっぱいちょっとスカウトできたけん、仲間にできる子はいるかい。新しいことがありそうですよ。加入希望者を確認。お仲間の候補です。レベル35へ、オークンいけるんやけどな。メルダ、え、そう、オークンはね、確か何やったっけ、探索スキルなんていうんやっけ、あれあれがね、サーチやったけん特にいらんかなと思って。戦闘だけで言えばあれなんやけどね。え、メルダーは詳細、この子は、え、なに、この子滑空できるん、マジで。え、滑空するの、羽生えとったっけ。え、腕ぶん回して飛ぶってこと。なんか上半身回転するよね、このタイプのモンスターって。え、とりあえず仲間にしよう。頼りにしてっからなはいはいやる気なさそう。はいはい、メルダーが仲間に加わった。よしよし、いいですね。ちょ待って、見よう見よう。え、今滑空系ドラキーやんね。そう、この子デビー、レベル的には圧倒的に上なんよね。ちょっと待って、よし、入れ替えよなんかすごいやる気のさげな感じがあ、待って待って待って、いいえ、このギガン、このギガンテスあれか。そう、ギガンテスもね、スカウトできたんやけど、そっかそっか。まだ派遣してなかったんやっけ。ゲットしただけで派遣はできてなかったんか。そっかそっか。なるほど。よし、これで OK でしょう。他に何か利用されますか？ん？新しい施設追加できるなんか。どうですか？団員量増築する仲間を紹介しよう。あ、そっか、そういうことか。メタルハンターここか。いや、連れていく私は連れていくよ。また今度新しくメタルハンタースカウトしてくるけんもうちょっとそこを、それまで待っとって。それはやっと帰れた。これいっぺんに帰還できんのかな。なんかね、アプリのゲームとかしよったらいろいろさ、一括で受け取るとかあるやん。ただいまね、全てのゲームそうしてほしいよね、アプリ以外も。今回は成功が多いんかな。スカウトした子たちをね、仲間にするために、お、大成功。仲間にするために必要な素材とかはね、バンバン持ち帰っていただきたい。タル？初めてのお宝だぜ。苔むしたタル、22万5千円ゴールドの価値があるんか、これ。囚われの者が牢屋から逃げるときに使った樽。あ、え、それは ?5 のやつ、ドラクエ5のやつかな。あれやない、なんか、何やったあれよ。青年期になってさ、ヘンリー王子と一緒にどっかに、
囚われとったやん。そこから逃げるときになんか樽に乗って逃げたよね。その樽かな。これは見たことない。蛍光儀17000、いや21000。初心者の武闘家が身につける修行儀。成功だ。んで、ここでいいや。出発。66%あるしね。0%のとこはさすがにちょっとやばい。さすがにちょっと。もうちょい高いところ、50%が最高か。いいのか。はい。出発だ。一丁行ってみるか。とりあえずパーセンテージの色が変わっとけばそのまま出発してもろて大丈夫っす。一丁行ってみるか。んで、ここがちょっと 33% しかないけん。でも 40% までしかないな。いってらっしゃい。でもみんな旅立っとるはずやのにさ、なんか、外に普通におるよね。大丈夫です。いや、さっきのあれよ。タルタル。一歩ずつです。あ、そっか、派遣のやつでもないよね。お宝リスト、トレジャー、これよこれ。コケムシタタル。ほらほら、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁ね。あん時のやつや。あのなんか奴隷みたいな生活させられよってやつ。なんか楽しそうに会話しよりやん。いいね。